いつの日かあなたの主がここを訪れるまで待っていてください。あなたの言うように長い眠りが彼の記憶を奪ったとしても大丈夫。あの人はまたきっとあなたの前に現れます。ハイラルの姫巫女よ、そなたこれからどうするのじゃ。この剣がマスターソードが教えてくれました。私にはやることが、まだやれることがあります。強うなられたの姫巫女。デクノキ様、いつの日か彼がここを訪れたら伝えていただけますか。私は、さてさて、かの者に聞かせる言葉は主の口よりこそ紡がれるべきではないか。はい。今主が見たは100年前のこの場所。その剣が主の手を離れ、ハイラルの姫巫女によってこの地に運ばれた時の出来事よ。あの娘は今もハイラル城で懸命に戦っておる。主が必ず来てくれると信じてな。あの娘の笑顔、わしも今一度見てみたいものよ。Thank you.